今年の受験生は質が低いな。エレガンスに欠けるものばかりだ。あの粗野な足取りで名門イーデンの地を踏まれるだけで不愉快だよ。えっ、ほんの少しお手伝いをするだけですよ。私はいいですか。いつものように音楽を聴きながら静かにお休みになる。ただそれだけのことですから。多惑星において重犯罪を犯し宇宙へと追放された者たちのことだ。カマキリ男、無惨を示す現地語か、辞書ファイルに登録しておく。小詰めの兵も出せ。まったくなんてざまだ。頼んだ。は、頼むぞ。大くらいだ。なんだこいつらは。こんな女子供に兵たちは怯えていたのか。新型だ、シエラ号。後で乗せてやるからな。教授はよしてくれよ。やめて何年経つと思ってるんだ。そっちのお嬢さんが常森茜監視官、千葉県出身かな。君は運動神経は悪くないのに、なんでだろう。ほほ、パニックが起こるぞ。お前じゃない、バングさんと呼ばんか。流水岩細菌知ってる？これで分かっただろう。降参しろ。これだけの攻撃を受けて生きているのはお前が初めてだ。俺はまだ伸びるぞ。俺の時飛ばしがお前の先を行ったぞ。俺はシンプルなやり方が好きだ。だからこういう駆け引きは好みじゃない。覚えとけ。一つ教えてくれないか。なぜ私より先に笑う？俺の前で、俺の前で笑うな！わかるか、麦わら。俺こそがこの世界のすべて。これが神の姿だ！説明させてください。私は最新部部長、上二級、東堂三郎太です。バレちゃしょうがない。できる限りの時間稼ぎをさせてもらおう。おっと、それはまだ困るかな。エテコーは貴様だ。独断で兵を無駄に動かしおって、わしの指揮に従っていればこうはならなかったものを。見えるからといって誰でも払い屋に向いているとは限らない。私の眼鏡は伊達なんだ。彼らに及ばないが、ガラスを通せばもう少しあやかしもよく見える。ほう、お前がこんな小さい頃からの夢だったもんな。大したもんだ。それで家族を連れて観光に来たのか。見つけた。憲兵様が悪党を殺しに来たぜ。ペンペン。なんだ、いねえのかよ。そっか、今なら奴のやったことわかる気がする。俺が見てきた奴らみんなそうだった。みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。であれば話は早い。ちょっと困ったことがあってな。ぜひ協力してほしい。なるほど。かつての師匠の犯行を隠すため家中を荒らし強盗に見せかける偽装をしたわけやな。真犯人は名殺しカオと見て間違いなさそうやな。おお、マームか。大きくなったな。もう立派にパフパフできるんじゃねえか。させるか。そう怒るなよ。俺はお前のおむつを変えたことがあるんだぞ。すなわち今が小次郎の全盛期なり。死にたくねえな。しかし今回ばかりは参りましたは通らんだろうな。行ってご指南願う。レストレイド、貴様、物事の本質を分かっとらんな。貧民街の奴らが殺人鬼にいくら殺されようと我々には関係ない。娼婦がいくら殺されようと知ったことか。自警団の武装解除を優先せよ。今までこうやってきて伊達がやっぱり相当関わってくるっていうのが一つ二つぐらいしかなかったんですよね。でだんだん出番少なくなったり、知らない間に
飲み屋のママの紐みたいになってたりマスターみたいになって、知らないでいろんなことがありまして、こう存在薄くなってたことは確かなんで、ここら辺で一つ存在感をポンと出そうかなと。